正直ノート太宰治。正直に言うことにいたしましょう。私はこれから書こうとする小説、または過去において書いた小説の意図、願望、その苦心をあまり言いたくないのです。それは私の虚構からではないと思うのです。書いてみてそれが相手に受け入れられなかったらもうどうしようもないことですし、これから書こうと思っている小説をどんなにパッション持って語っても、今のところ私はそんなに優秀の大傑作書けないのが分かっていますし、現在の私の作家としての力量も大抵見当がついていますし、第一私は今もっと正直にならなければいけません。多くの作家が身の程知らずの抱負を無邪気に語っているのを聞いていると、私はその人たちを羨ましく思い、生きていることがやたらに辛く思われてくるのです。わかりますか？けれども、私はそんな作家たちを決して拒否できないのです。私だって薬を飲むときには、まずその薬品に添付されてある効能書を丹念に読んで、英語で書かれてあるところまで怪しげな語学を持って読破し、それから会心の微笑みを浮かべて、その優秀と書かれてある薬品を服用し、立ちどころに効き目が現れたような錯覚に落とされて、そうして満足している状態なんですからね。効能書のない薬品なんて、弦のないバイオリンみたいに儚く落ち着かない気がいたします。効能書はなければいけないものなのでしょうね。けれども芸術は薬であるかどうかということになると少し疑問も生じます。効能書のついたソーダ水を考えてみましょう。胃のためにいいという高胸郭を考えてみましょう。桜の花を見に行くのは蓄能症を治しに行くのではないでしょう。私はこんなことさえ考えます。芸術に意義や利益の効能書を欲しがる人はかえって自分の生きていることに自信を持てない病弱者なのだ。たくましく生きている職工さん、軍人さんは今こそ芸術を、美しさを気ままに純粋に楽しんでいるのではないか。大デュなんて面白いじゃないですか。ボードレールの詩だってなかなか変わったものですね。こないだ何と言ったかな、シュニッツラーとかいう人の短編読んでみましたけれど、あの人うまいですね。そうして屈託なく文学を楽しんでいるのです。こういう人たちには効能書の必要はあまりないようですね。安心なものです。効能書を必要とするのはあなた方、お許しください。病弱者だけなのです。しっかりしてください。私は不親切な医者かもしれません。私は私の作品をこれは傑作だなんて言ったことはありません。悪作だと言ったこともありません。それは傑作でもなければ悪作でもないのが分かっているからです。少しいい方かもしれないけれども、今までのところ私は一編も傑作を書いていません。それは確かです。こないだもある先輩の方と話し合ったことですが、実際自分自身の胸にストーンと全部きれいに納得できるような作品一つでも自分が書いていたら、また今すぐ書ける自信があったら、なんでこんなドブネズミみたいにうろうろしていようぞ。銀座でも議事堂の前でも帝大の構内でも竜とした身なりで堂々歩いてみするのだが、どうもいけません。当分私はダメでしょう。そう言ったらその先輩の方も、なるほど、人から帰化の代表作はと聞かれた時、さあ桜の園、三人芝居なんかどうでしょうとつつましく答えることができるようだったらいいねと、しんみり答えたことでした。